ジャルカード、ジャルカード、ジャルカードは日本航空のグループ企業である株式会社、ジャルカードがかつて発行していたハウスカード2010年8月31日で取扱い終了や現在発行している定型カード、現行のジャルカードである。2010年度末現在の会員数は約249万人。 年間取扱高は1兆9073億円。なお、年間取扱高には疑問の余地がある株式一部売却を参照。JAL カードは2009年12月末現在で約百2 6 9万人と国内最大を誇る日本航空グループの JAL マイレージバンク JMB カードの機能に加え JAL カード決済での商品購入によって JMB マイル獲得できる、ショッピングマイル、各種ボーナスマイル制度、系列会社の JAL ホテルズや、JLOX などでの優待など、多彩な特典が備わっているのが特徴である。なお、JAL カードには、JMB 機能が一体化されており、JMB のサービス、フライトマイルマイルパートナーなどのマイル積算、特典利用、JALIC サービスも、JAL カードで利用ができるため、 JMB のマイレージサービスをより多く貯めたいものや、JAL グループを利用するものには、有利なクレジットカードである。また、すでに JMB カードや JMB 提携カード、別種類の JAL カードを所持している場合は、それぞれのマイル口座残高を統合、一本化することが可能である、本人名義に限る。1982年10月に、当時の日本航空株式会社が、 北海道にて未知在住顧客にテストマーケティングとして JAL カードを発行する。1983年3月に日本航空営業本部内にクレジットカード部門を設立し、ハウスカードとして JAL カードの発行を開始し、4月には全国で募集を開始する。またキャッシングサービス等を開始した。1八十四年十月に現在の株式会社、 JAL カードを設立し、12月に日本航空からカード事業を移行分社化した。引き続きハウスカードのみの発行であった。1990年3月に JCB との提携カード、JAL、JCB カードの発行が開始された。当時はスイッチカードではなく加盟店開放型カードだったため、JCB 加盟店利用分も ジャルカードからまとめて請求され、全利用分が月末締め翌月27日支払いとなっていた。また、ハウスカードの発行も継続された。1992年11月には、DC カードとの提携カード、ジャルビザ、DC マスターカード、こちらは、スイッチカードの発行が開始された。同時に、ハウスカードと、ジャル、JCB カード、 加盟店開放型の募集を中止し、新たな JAL、JCB カード、今度は、スイッチカードの発行を開始した。また、これを機に JAL カードは、キャッシングサービスを廃止し、キャッシング機能については、提携先に委ねることとなった。なお、ハウスカードの有効期限の更新はその後も、続けられた。1994年3月に、JAL ショッピングマイルプラン。 サービス開始に伴いカードをリニューアル。当時の景品表示法による規制の中、JAL Sky Plus と組み合わせて、100円の買い物につき1マイル、年間3万マイルまで積算されるサービスで、2万マイルからグアム、香港などへの往復航空券と交換できるものであった。1997年1月から JAL カード特約店制度を開始し、4月には、 JMB の国内線積算サービス開始となり、サービス内容そのものは現在と同じになった。1998年5月から学生用カード、JAL カードナビの発行を開始し、12月からは日本ダイナースクラブ、厳密い住友トラストクラブとの提携カード、JAL ダイナースカードの発行を開始した。2003年4月に日本エアシステムの ジャスカード、日本審判及び JCB と提携会員とそのマイレージを JAL カードに移行した。2005年1月から東日本旅客鉄道、現、ビューカードとの提携カード、JAL カードスイカの発行を開始した。2006年4月から東急カード、当時及び東急百貨店と提携し、JAL カードトップクラブ区、現、 ジャルカードとキュポイントクラブックの発行を開始した。東急カードとのスイッチカードではなく東急グループとの特典提携。また、同時期に東急カードも同社発行のクレジットカード、トップカードに東急百貨店のクラブック特典とジャリックサービス機能 JMB 特典を付加したトップクラブック JMB カードの発行を開始した。 2007年4月に小田急電鉄との提携カード、JAL カード OP クレジットの発行を開始した。2008年2月に JAL カード会員数が200万人を突破した。2008年5月に三菱東京 UFJ 銀行との業務、資本提携、7月予定、及び同行や日本航空インターナショナル他2社と、クレジット事業の業務提携、7月予定に合意した。 2008年7月に会社分割を行い、新会社、株式会社、JAL マイレージバンクを設立し、受託していた JAL マイレージバンク業務を新会社に移管した。2009年11月にハウスカードの取扱い終了が発表され、ハウスカード会員に提携カードへの切り替え手続きを要請した。2010年8月をもって、ハウスカードの取扱いを終了した。 提携カードへの切り替え手続きを行わなかった会員は自動的に大会扱いとなった。2010年10月に事業の大幅見直しを実施。提携カード会社と別々に設定されていた予診、回収が提携カード会社のものに一本化された。さらに11月をもって加盟店業務の廃止により、ジャル自社カード加盟店が消滅し、 提携カード会社の加盟店での利用のみとなった。クレジットカードの利用は提携カード会社の会員規約が適用され、JAL カード会員規約から JAL カード加盟店の取り扱いに関する文言が削除され大幅に変更された。ただし特約店制度は継続となる。2011年3月をもって JAL カードが個人信用情報機関。 株式会社 CIC への加盟から脱退し、JAL カードの信用情報は、提携カード会社からだけの登録となった。2011年4月から、JAL グループで新しいロゴマーク、鶴丸を採用したことに伴い、JAL カードも10月以降に新規発行、または更新されるカードから鶴丸を取り入れたデザインに変わった。これにより、提携カード発行開始以来、 カード懸面から姿を消していた鶴丸が20年以上の時を経て懸面にも復活した。2012年12月に6年ぶりの新カードである三菱 UFJ ニコストの提携カード JAL アメリカンエキスプレスカードの発行を開始した。かつては JAL カードが独自に発行するカードと提携発行会社の国際カードとのスイッチカードになっていたため会員は JAL カードと 提携先会社の両方のカードサービスを利用でき、利用限度枠や利用代金の支払いも JAL カード部分と提携先、カード部分で別々になっていた。しかし、現在は提携先に一本化されてダブルカードのようになっている。詳細は後日。提携発行会社との提携により、ビザ、マスターカード、JCB、ダイナスクラブ、 アメリカンエクスプレスの5つの国際ブランドを用意している。ビザマスターカードアメリカンエクスプレスの3ブランドは、三菱 UFJ ニコスとの提携。JCB ブランドは、JCB、ビューカード、小田急電鉄、52社は加盟店開放型との提携。ダイナースクラブブランドは三井住友トラストクラブとの提携である。JAL カード最大の特徴が、ショッピングマイルである。 クレジットカードで支払いをすると、基本的に200円につき1マイルと換算され、JAL カード追加など、取扱いが異なるカードもある。そのマイルは、JAL カードに一体化されている、JMB 口座へ、クレジット支払い日以降、概ね口座引き落とし日の2日後に積算される。なお、マイルではなく定型カード会社のポイントを貯める、ポイントコースがある。カード申し込み時にショッピングマイルか、 ポイントコースのどちらかを選ぶ、入会後変更することも可能。日本航空のインターネット航空券販売サービスサイトや、レンタカー会社、ロイヤルホスト、東京無選タクシー、エネオスなど、JAL カード特約店表示がある店舗では、ショッピングマイルが通常の倍の200円イコール2マイルで積算される。特約店は、JAL カード公式サイト上のマイルネットウェブ、 冊子の、マイルネット、カード利用明細に同封の小冊子、JAL カードニュースなどで確認できる。一般加盟店200円イコール1マイル、特約店200円イコール2マイルのショッピングマイルが、さらに2倍積算となるサービス。一般加盟店では100円イコール1マイル、特約店100円イコール2マイルとなる。入会申し込みを行い、年会費に3240円。 税込み。2012年12月までは2100円。2014年3月までは3150円を追加すると入会可能。クラブ、A ゴールドカードプラチナカードジャル、ダイナースカード自動入会となっており、プレミアム年会費はカード年会費に含まれている。本会員が入会をすれば、家族カードの利用分も自動的に適用となる。本会員として、 複数のカードを持っている場合は、各カードごとに入会する必要がある。また学生専用カードナビのマイル積算率は、ショッピングマイルプレミアムに入会した場合と、同じなる要発設定されているため、入会申し込みは不要。当然、プレミアム年会費も不要である。既存の JAL カード会員が入会を申し込む場合は、ネットで簡単にできるが、退会するときは、 大会届け用紙を提出する必要がある。なお、クラブ、A ゴールドカード、JAL ダイナースカードを含むについては、ヨッピングマイルプレミアムだけを大会することはできない。クラブ、A カードに、ショッピングマイルプレミアムを付加すると、カード年会費との合算で、本会員14,040円となり、クラブ、A ゴールドカードとの、 本館因年会費の差は6480円から3240円に縮まる。JAL ルグループの割引運賃である、スーパー先へ、先へ割引、ダイナミックセーバー、包括旅行割引運賃、国内線は、個人包括旅行割引運賃、イコール IIT イコールのみでの登場の際、通常は、区間マイルの50%から75%で、積算されるものを、 区間マイル100%との差をボーナスマイルとして加算し、実質区間マイルを100%積算するサービス。適用させるためには入会申し込みを行った上、年間2160円の参加費用を払う必要がある。JMB 特典交換の際に家族分のマイルを合算して利用できるサービス。マイルの積算そのものは各会員の口座であり、 家族の統一の講座ができるわけではない。JAL カード個人本会員を親員として、その下に以下の条件を満たす、個会員を9人まで登録すると利用ができる。登録できる個会員は、親会員と生計を同一にする配偶者、または一新等の家族で、JAL カード個人本会員、内会員。また、18歳未満及び18歳の高校生で、JMB 会員。 登録手数料は、JAL カード会員は無料。18歳未満及び18歳の高校生で、JMB 会員は500円。クラブ A 会員、JAL グローバルクラブ含むを対象とした月間のカード会員主として、アゴラが存在しており、国際線、ファーストクラスにも、スコヨーワードと合わせて、用意、搭載されて1990年から2000年までは、プレジデント社が、 編集担当であったが、その後、JAL ブランドコミュニケーションの自主発行となっている。富裕層を想定読者としているため、内容としては、スコヨワードよりも高級志向のホテル、旅館やリゾートの滞在を含めた、気候記事、紙面上で募集する専用ツアーの記事広告、高級ホテルレストランでの JAL カード会員向けプランの紹介などがあり、雑誌広告も高価格なブランド、 製品や銀行によるもので大半が占められている。クラブ A 会員に送付されるものは、本紙に加えて、JAL カードが募集する、生命保険のチラシジェロックス通信販売のアゴラ向けカタログや、ハンプ会チラシ類が合わせて同封される。JAL マイレージバンクの上級会員であるサファイア以上の資格を獲得することで送付される、招待状でのみ加入することができる。 JAL グローバルクラブ JGC 会員向けのカード会員となるためにはクラブ A 以上の JAL カードを持つことが条件になりカードフェイスに JGC のロゴが入っているなお JGC カードに限り家族会員の年会費が本会員と同じ金額となる JGC 会員の特典をつけない普通の家族会員として申し込む場合は一般の家族会員の年会費と 同学航空関連のサービスが家族会員であっても大幅に強化される。具体的な特典等については JAL グローバルクラブの記載を参照。株式会社ビューカードが発行するビュースイカカード JCB とのスイッチカードで追加機能を内蔵する関係上エンボスレスカードとなっている。そのため信用紹介端末のない店舗インプリンタを使用する店舗では利用できない。 提携発行会社が株式会社ビューカードであり、株式会社 JCB ではないため、JCB ブランド開放カードである JCB 独自のサービスは利用できない。なお、ETC カードは年会費が必要である。現行の JAL Visa、マスターカードに東急グループのトキポイント機能と東急百貨店のクラブック特典が付加された提携 JAL カードである。 パスもオートチャージに対応している。小田急電鉄が発行する OP クレジットカードとのスイッチカードで OP クレジットと JCB のサービスが受けられる。パスもオートチャージにも対応するもののクイスプには対応していない。各個内の各企業、団体と提携した提携 JAL カードである。JAL ルグループ各社に在職中の社員向けの JAL カード。年会費が優遇されている。 ジャルカード一社で入会審査から予診管理、債権回収まで行っていた。支払いサイクルは1日から月末日までの利用分を翌月27日に支払うようになっていた。ショッピングの支払い方法は1回払い、分割払い、ボーナス1括払いの3つで、リボルビング払いはなかった。当時はキャッシングサービスがあったが、CD 機や ATM を利用するのではなく、 ジャル支店や空港カウンターで申し込み、係員から現金を手渡しで受け取るもので、限度額は5万円という定額予震であった。1992年の DC カードや JCB など、銀行系のクレジットカードに対するショッピングリボルビング払い解禁に合わせ、それまで銀行系は1回払い、2回払い、ボーナス一括払いのみ、ジャルカードは発行形態が変わった。 この時期から提携カードの中でもスイッチカードになり、サービスの提供だけでなく入会審査、予診管理、代金回収も JAL カードと提携カード会社とがそれぞ別個に行うようになった。JAL カードはキャッシングサービスを廃止したものの、提携カード会社のキャッシング機能を使えることになった。ため、カードショッピング機能では変化はなく、 ジャル自社カード部分にリボルビング払いの機能が追加されることはなかった。リボルビング払いで航空券を購入する場合、ジャル自社カード部分ではリボルビング払いの機能がないため、提携先、カード部分のリボルビング払いで購入しなければならないなど、使い勝手の悪い面があった。カードショッピングの利用では、ジャルカード加盟店での利用か、提携カード会社加盟店、DC、 JCB、ダイナース、ビューでの利用化で、カード利用代金の請求元と締め日が異なるため、利用明細が、JAL カードと提携カード会社とで別々に作成、送付され、さらに支払日まで異なっていた。JAL カード利用分は、末日締めの翌月27日払い、ビューカード利用分は、末日締めの翌々月4日払い、その他の提携カード各社利用分は15日締めの、 翌月10日払いであった。このため、利用者が請求元、支払い日、支払い金額を事前に把握するには、クレジットカード売上表などでカード会社名を見る必要があった。例えば、JAL カード、JAL、JAL カードとなっていれば、JAL カードから請求が来て27日に支払う分であり、それ以外の会社名になっていれば、 提携カード会社から請求が来る分だと判断する必要があった。また、過去の支払い分について同様に確認するには、預金通帳や銀行公式サイトの入出金明細で引き落とし日、金額、引き落とし名称を見る必要があった。例えば、JAL カードの利用分はシステム収納センター、SSC 経由での引き落としだったため、引き落とし名称は SSC または、 スシュジェルカードと記載されており、提携カード会社の利用分は、その会社名または、ブランド名か、その会社が収納代行を委託した先の会社名となっていた。利用限度額も、JAL カード加盟店利用分と提携カード加盟店、利用分とで別々に設定されていた。しかも、JAL カード枠、JAL カード加盟店利用では、JAL グループでの国内航空券購入と、 ジャルカード国内加盟店向けの限度額10万円から100万円程度と、ジャルグループでの国際航空券購入と、ジャルパック直営店、トラベルプラザでの海外旅商品購入向け30万から200万円程度との2つの限度額がそれぞれ設定されていた。このため、ジャルグループの航空券購入に関しては増枠依頼をすることなく、高額を決済することができた。 ジャルカード分の予診管理や利用代金の請求が提携カード会社のものと一本化された。11月をもってジャルカード加盟店も消滅、ただし特約店は継続し会員規約も変更された。カードの利用は全て提携先カードの利用となり、提携カード会社の規約が適用されるようになった。支払い日は基本的には15日締めの翌月10日払い、ただし 流提携カードだけは、末日締めの、翌々月4日払いとなった。JAL 自社カード部分の分割払いの取り扱いも、終了し、JAL 国際線航空券の購入は1回払いだけの、利用に変更された。ただし、三菱 UFJ ニコス、特許カードクラブックを含む、JCB、小田急電鉄、OP クレジットの提携発行カードに限り、 ジャルグループでの国際航空券購入と、ジャルパック直営店、トラベルプラザでの海外旅行商品購入については、通常の予診枠を超過した場合でも、200万円まで別枠で利用が可能となる。以上のように、予診、利用代金の請求は提携カード会社と一体化され、提携先カードの中に、ジャル自社カード部分が収まった格好になって、ダブルカードに近いものになったが、 カード発行会社は、あくまでも株式会社、JAL カードである。新規会員募集や、入会受付だけでなく、カード利用に伴うサービス提供、会員情報管理の一部は、引き続き JAL カードも行っている。住所変更など、定型カード分の手続きであっても、JAL カードを通さないとできないものもある。JAL カード枠が設定されていた当時、 信用審査を行うために、以下の信用情報機関に加盟していた提計各者は、それぞれ別個に加盟。2006年頃から、日本航空の経営危機器が大きく取り沙汰され、メインバンクへ金融支援を要請していると同時に、同社は保有資産、社有地、株式等をいくつか売却しているが、2007年2月に t e サービスを強化する考えを持つトヨタファイナンスへ、JAL カード株式を売却する話が報道されたものの、日本航空グループが51%以上の持ち株保有を続けることを条件としたため、立ち消えとなった。2007年5月になり、メインバンクへ追加金融支援を要請する中で、再び JAL カード株式の売却が浮上し、5月末に報道された。 いくつかの新聞報道によれば、前回2月と同じく日本航空グループが51%以上の株式を保有して経営権を握り続けることを条件とし、売却先に金融支援を要請しているメガバンク、または投資会社などが興味を示しているとのである。さらに産経新聞の記事によれば、JAL カードによるキャッシングの自社提供を検討しているとも書かれている。 2007年5月の共同通信報道によれば、会員一人当たりの年間決済額が約80万円、企業価値は約1000億円、スポーツ紙では推定1000億円を下らないとなっている。2007年9月に日本航空がジャルカード株式売却で2007年10月をめどに複数の相手先と交渉に入る方針を固めたと報道された。その後、 10月24日には、三菱 UFJ フィナンシャルグループなど10社程度が取得を検討していることが報道された。2008年5月2日、日本航空インターナショナルが保有する j a ルカード株式の49.375%に当たる3950株を2008年7月1日付で、三菱東京 UFJ 銀行に売却する行為がなされた。売却額は、 約420億円、約460億円とされている。同時に、JAL カード、日本航空インターナショナル、三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ ニコス、JCB の5社間で、クレジットカード事業に係り業務提携への合意が、なされた。なお残りの株式は、今後も日本航空グループが保有し、日本航空グループが、経営権を握り続ける。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。